後お風呂入るから。鬼滅でも、今鬼滅やってんの？全然知らない。今やってんの鬼滅？知らない。板チョコはね食べない。あのお菓子作り用だから全部食べたら作れなくなる。足りなくなるじゃん。オリンパス、ねオリンパス楽しかった。ちょっとだけしかやってないけど、今日あの昨日マップ変わってからちょっとだけやって、眠くなったからすぐ寝ちゃった。今日はやってない、起きてから。まだまだ切ってないよ。切らなきゃいけない。そろそろちょっと目にかかるから。いつ切ろう。切らなきゃ、それそろ。リンパ最初また、そう少しだけできるんだよね。でもやりたいけど、でもちょっとね生チョコも作りたいんだよな。でもやりたい、でも。前髪切る配信絶対にしないよ。絶対やだよ。切りづらい。絶対にやりたくない。生チョコの生はね、確か生クリームの生だったはず。なんか前もその話出て、私は生クリームの生だったはず。確かね、記憶が合ってれば。生カヌレみたいな感じ。生カヌレの生も生クリームの生。カヌレが生なわけじゃない。焼いてる、普通に焼いてるカヌレの中に生クリーム入れたのが生カヌレ。お前の期待ゼロだよ。お前は絶対にしない。やりたくない。生チョコ作りながらエピ配信どうやってすんの。無理でしょ。無理でしょ。生クリーム焼いてもない。生クリーム焼いたら溶けちゃう。溶けちゃうね。エプリルね、何もやってないけど、毎年何もやんない。ただ周りの人が嘘ついてるの見るだけ。何もやってない、やったことないな、エプリルフール。周りの人の見るだけ。エプリルランク上がってない。なんか昨日漏れなくって、全然プラマイゼロぐらいにして終わらせた。最初の RP 覚えてないけど、どんぐらいだったか。シルバーワン行きたいんだけど、どんだけだったか。あとでもなんか漏れなかったんだよな、昨日全然。なんかバグってる。ちょっと待って。あ、やばい。
これか。これどこ押したら画面。あ、どれだっけ。画面がおかしくなっちゃった。どれだっけな。画面さ、全画面にするやつ。ゲームの。あ、ミスった。違うな。あ、できたできた。あと182。もうちょっと思ったらシルバーは。ブラハのスキンさ、なんだっけこれ、クラフトメタル、クラフトメタルがあったからなんか買ったその溜まってたやつで買った。違うの、今までなんかチェックのスキン使ってたんだけど、ちょっとかっこいいやつにした。黒いスキン、ライフブラッドってやつ。黒と赤のスキン、かっこいい。課金じゃないよ、課金はしてない。もう勝手に溜まってるやつ、これやってたら。クラフトメタル課金してないですね。ブラハだけなんかさ、いつも使ってるやつなんかスキンがダサくって、なんか欲しかったんだよね、違うのが。チェックのやつちょっとね、絶妙にダサくってさだから違うのかと。課金はしてない。ツイッターとかにスキン買ったぐらいじゃ載せないそんなのエピやってる人だったらもう普通だもん。普通に大したことじゃない。載せないよ。スパレジェ？スパレジェ買おうとしたらさ、課金しかないわけじゃん。だから（笑）いいかな。スパレジェ課金だもんね、だってこれ。今、アッシュか。アッシュのストロングストリンク？何これ？わかんない。ストロングストリップ、わかんない。課金はいいかな、別に。課金、うん、みたいな。そう、なんかね、これレベル違う、何かな、エフェクスパックかな、なんかガチャみたいなやつ、こう無料で溜まっていくんだけど、レベルが上がるごとに、 それでクラフトメタルっていうのが時々出て、それが溜まってたから買ったスキン、その溜まってたやつで。
金するのより私今までゲームに課金したこと一回もないんだよね多分ゲームない気がする。なんかあれはあるけどこのさ Steam のアカウントってさもし誰かとフレンドになりたいって時とかにさこのなんだっけなこのお金をチャージするか何かを買わないとウォレットにお金をチャージするか何かを買わないと自分から送れなくってフレンドのやつをそのためにチャージはしたけど買ってはない入れたわ入れただけみたいな。でそのなんか制限があるから そのためにチャージはしたけど使ってない。しただけチャージ。そうしないとね使えないんだよね。あ使えない、自分から送れないんだよね。制限かかって通しない。友達のなんかリクエスト送るみたいなさ相手の行動打ってその友達のリクエスト送るときにそう自分から送る場合はその1回でも過去に1回でも課金したことあるかウォレットにチャージしてないと何円以上みたいな過去に何円だっけな1000円とかかななんかチャージしないとねできないんだよね。そうあと向こう側との友達になりたい人フレンドになりたい人と向こう側がそのこうなんていう自分がもしできなくても相手が過去に課金したことあるとかチャージしてるみたいな状態だったらできるけど向こうから送ってもらえばいいフレンドを。でもめんどくさいじゃんだからチャージはしたけど使ってない。入れただけお金。あるんだよね、そういう制限みたいなやつが。最初は帰ってこないんじゃない？まあでもそんなめっちゃもう1万円とかチャージしたわけじゃないから。ゲーム買うときにお金いるじゃん。こう何か欲しい使いやりたいゲームがあったときにゲーム内の課金だけじゃなくてゲーム買うときに、まあ、結局はいずれかはチャージしないといけないんだろうから普通にいいかな。ゲームずっと無料ゲームやるってわけではないだろうしいつかは買うだろうし、ゲームまだ全然ゲームいろんなゲームやってないから今のところ買ってないけどこの PC にして。はいかな。スイカには課金スイカに課金ってことチャージってことスイカチャージしないと使えないじゃんあれそれもう切符買うしかないやん。あとでやっぱやろう。新しいゲームやりたいさはあるんだけど、
何がやってんだろうな。あれやってみたい、あのハリー・ポッターのハグワーツ・レガシー、なんか映像がめっちゃ綺麗みたいなみたいな、なんか聞いたことある。エペ以外のゲーム最近してないんだよね。入ってはいるけど、キーマーの練習をしたくて、全くわかんないから今練習したくってさ、バラのとやりたいんだけど、結局エペやっちゃうんだよな。だからバラってやってる人と一緒にやったらいいのかな、教えてもらいながら。わかんないからこうした方がいいとかだからいるから、バラってやってる人絶対いないんだけど周りに5月、え、重いの？え、足りないかも。じゃあ全然染まる染まるじゃなかった、忘れた。エルデンリング、あれ難しくない？難しいイメージがある。バロン興味あるんだけど、なんだっけ、 VCT 日本開催じゃん、あれこの前大阪でやってて、次も大阪なのかな知らないけど、興味はあるけど全然やってない。でもバロバロとやりたさはある、全く分かんないから、キーマーの操作が移動するのと打つくらいしかできないめっちゃ基本的なやつしかできない分かんない、どこ押したら何になるとか、そのキャラごとのなんか使えるやつとかも分かんないから、なんか詳しい人いないかな周りに。バロ入れてはいる、何回かプレイしたことあるんだけど、でも2、3回ぐらいしかない、3回ぐらいかな、そんなないね、やったこと、ちょっとしかやったことない。キーマーの練習をしたい、スカイリム、何それ、何分かんない、基本難しいよね、分かる今までさ、キーボードなんか学校のさ、パソコンの使う授業なんかあるじゃん、情報の授業とか、そういうのでしかパソコン使ったことなくってさ、もともと持ってなかったからさ、パソコン慣れなくって難しい。でも PC でゲームするんだったらさ、絶対キーマー使えた方がいいから練習したいんだけど、エペしかやってないから練習してない俺キーマーじゃないと、え、確かパッドでもできるはずだけど、エペみたいにアシストがあるとかさ、パッドだとアシストがあるみたいな、確かないはずだから、キーマー、エペはキーマウ
やる人が多いじゃん。エペじゃない、間違った、バロント。間違え、エペって言ってた。なんかエペはエムアシストがパッドの方があるから、パッドがあるからパッド強いけど、バロント確か使えるよね、パッドも。なんか聞いたことある。ほとんどの人が金馬だと思う。こっちの方がねやりやすいから、わかんない、本当はあんま詳しくないバロント。でもやりたいんだよな。キムの練習をしたい。あんまり使ってる人じゃない、ね、私も知らない、バロラントでパッド使ってる人。タイピング、ブラインドタッチ、え、見ずに打つってこと？え、できないよ。ほら、わかんないもん、さ、キーボードのさ配置わかんない、見ないと打てないですね。見ないで打ってるすごいことなるよ、わかんないです。え、使わない、本当にキーボード使わないもん。普段ゲームやっててもエペしかやらないから文字打つことがないし、なんかチャットで話したりとかもないし、文字打つことがないから。キーボードあるけど全然使ってない、これほんと時々使うぐらい。見ないと打てないですよ。移動ぐらいだったらできるけどね。その移動はだってさ、今まで移動ってさ4つしかないわけじゃん、だからできるけど、それぐらいだったら。でもね、他のところを押すってなったらちょっと見ないと分かんない。分かんない、全然本当に全然使わないキーボード、文字打たないから。文字打つ機会がなくって、普段パッドでゲームやってるし、エペ文字打つ機会ないし、キーボードでさ全然使わないですね。エペやっててさちょっと使わないもんな、時々打つぐらい。でも打ったとしてもさ、あの GG とかさ TY とかありがとうって言ったりとか、なんかそんなんじゃん。だからなんかこうめっちゃ打つわけじゃないんだよね。2文字か3文字ぐらいでしょ。GG はねグッドゲームだね。 GG チャンピオン取った時に GG って、だからね。もうそんなさ、なんか長文打つことないからさ無理だな、見ないと打てないですね。KP とそれ乾杯。え？KP。
難しいな。ジョブ打たないからわかんない、キーボードの配置。だって普段使わないもん、キーボード。大学生とかだったらさ、キーボード使ったりとか、こうレポート書くのにキーボードパソコンでみたいなイメージあるけど、大学生でもないし、あと会社員とかだったら使うかも。でも違うし、そうないんですよね、打つ機会が全然。スマホでそれ使わないんだよね。そもそも持ってなかったし、こうパソコン全然。キーボード使えるようになりたいから練習しないととは思ってる。ずっとやってないけど言ってるだけ。仕事にする PC を作成したりはね、ほぼほぼないね。うん、そういう機会ない。ごく稀にあるぐらい。うん、ご情報ありがとう。13位からランキングまーす。よし、13位、ゆうじあとまーく、きょうかちゃん愛してます、ありがとうございます。12位、うっきょんさん、ありがとうございます。11位、トシーベビーアットマーク、きょかたむずさん、ありがとうございます。10位、ゆきひょうさん、ありがとうございます。次9位、バトニーさん、ありがとうございます。8位、回答1412号さん、ありがとうございます。10位じゃな、間違えた間違えた、次7位だ戻りすぎちゃった。7位、ヒメルさん、ありがとうございます。次6位、ベベモンさん、ありがとうございます。次5位、ラスカールさん、ありがとうございます。次4位、マルさん、ありがとうございます。3位、コウヘイさん、ありがとうございます。次2位、ニャンホソさん、ありがとうございます。そして1位が大政とマーク015さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。明日の配信も23時台かな。うん、23時台にあると思います。いつもと同じぐらいですかね。あ、そう、波動のあの写真載せようと思ってたんだ。明日載せよう明日載せよう。撮った記憶あるから、多分カメラロール探したらあるはず、あの衣装の写真。記憶がある、自撮りちゃんとした記憶があるから。あれいいよね、ハローのアクスタと缶バッジ、ぜひ皆さんゲットしてください。メール、あ、メールにも送るじゃん。
あるはず、何枚か写真撮った記憶あるもん。インスタツイートね、忘れないようにしよう。そろそろインスタも更新しなきゃ。インスタ全然更新してない。しよう、なんか載せる写真探そう。5000以上買うと送料無料。ハドネズ、アクスターとか2個買っても5000円いかなさそう。他のメンバーと一緒にぜひ私のも買ってください。桜と京子ちゃんとか写真、いや桜写真ない行ってないもん、お花見。え、多分散った頃にしか行けないないんですけどどうしよう、もう散り始めてるよねやばい時間だ。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日、バイバーイ。ありがとうございました。おやすみ、またね、また明日、おやすみ。おやすみ。